楽しかったでやんす。え、電波悪くない、ありちゃんだけです。ありがとうございました。こんばんは。こんばんは。ちょっと痛い。いかが何だったでしょうか。リラのグッズ紹介するわ。皆さん、こちら今日から販売されました、会場にて。じゃじゃーん、紹介します。まずこちらが 3D フェイスステッカーとなります。背景がね、この鬼レンチャン仕様になってるんですね。輝いてます。やばくね、ほら後ろにね、鬼の襖ないよ。どういう気持ちで撮ったんその顔。それな、ゆらも聞きたい。どういう気持ちで撮ったん。こんな感じです。こちらとこれはキーホルダー、反復横跳びキーホルダーです。見えますか。こういう感じで傾けると反復横跳びをしてるようになってるんです。やばくない？いきます。チュン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 っていう感じでなっております。皆さんぜひゲットしてください。今後もまた売られるんですかね、会場とかで。わかんないんですけど、ゲットしてください。早速今日ゲットしてくれた方もありがとうございます。こんばんは、ありがとね。こんばんは。でもこの2つね、めちゃめちゃいいお値段するんですよ。両方ともバリいい値段します。確かに、はい、お高すぎますね。ほんまにお高い、マジでお高い、お高すぎる。びっくりしたもん。ガチでびっくりした。やばいよね。去年の。ぜひゲットしてください。左カメラにしようけど。そう、速度はね、皆さん自由自在で、こうゆっくりこうすることも。できますし、私が皆さんに合わせます。ドゥッドゥッドゥッ、こういう感じでもできます。そうなんです。ぜひまたゲットしてください。お、反省会中っていいですね。アリちゃんの班の人は反省会とか言う、うん、言わん、反省会してますって。な、いや、じゃあそれが分からんのよ。みんなね、反省会って言うんよ。何を反省しとるん。うん、そのみんなの、うん、あ、分かった。そうやってみんな本当はね、こうやってライブ終わった後に集まって、うん、まあ、お酒とか飲むわけよ、うん、で語るわけよ、うん、でそれを、うん、反省会っていうことにしてその会を開きたいんよ、うん、そうじゃない。そうじゃ、その打ち上げそう、申し訳ないじゃん。そうそうそう、池田はホテルで自分たちは楽しんでる、うん、申し訳ないって思わせるために、ああ、反省会って、これは反省会です一応みたいな。別に楽しんでるわけじゃなくて、一応これは反省してるんですってことが。そうそうそう、ダメやね。じゃあ名前変えんと、それ楽しい会にしたらちょっと、あ、申し訳ないじゃん。そういうこと、うん、なるほどね。マジかよ、ほんまにありがとうね。それダメじゃない。感謝やね。コールのやり方を反省するとか、いや絶対ない。絶対ないじゃん、そんな。じゃあ何を反省しとんやね、いつも。絶対反省してないやん。っていう、はい。浮力がすごい良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっとさ、ゆら配信切って一瞬だけさ、ちょっと行ってきていい？いいよ。ちょっと一瞬ね。